はい、今日はちょっとあのね、あの運転なのでこれノーマルで乾杯しちゃってます。あー、あ、あ、すごいですね。うん、乾杯。大好きな龍馬さんですね、これ1886を。うまいぜ。え、モッサニーってちょっと買ってきたんで、これ食べてみたいな。あの夏レタスであの覆ってあるやつですね、あの夏み、夏みが買ったやつですね。初挑戦でね、という、うん、ずっと食べたかったんですけど、ソイ、ソイって書いてますね、ソイ、夏、夏みなんですかね、ソイ。いただきます。ソイアボカドサラダバーガーだったかですね。アボカドサラダバーガーです。あー、美味しそう。あ、うまいですね。うわ、すごい、このドレッシングの匂いがすごいしますね。うわ、もう初挑戦ですね、夏美さん。ちょっと、うわ、今は夏美さんがすごい、これちょっと、うわ、いいっすね。いただきます。これソースが口につきそうですけど、うんうん、速攻で落ちましたね。うん、うん、おいしい。これハンバーグ中に入ってるんですかね、ちょっと。うわ、すんごい美味しそう。わー、うまいですね、これ。うん、ボロ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 。うまっ。初めて食べましたね、これ。これちょっとハンバーグが入ってない系なんですかね。よくわかりませんけど。うわぁ、すごいな、これ。うん、うん、入ってましたね、ちゃんと。うん、よかったー。うん、結構眠るしまったもん。うまっ。うん、うまっ。これ何ですかね、なんか普通のハンバーグとはなんか違うような感じですね。うん、うまいね。サラダバーガーだからちょっとあの肉が入ってるのか不安でしたけど、入っててよかったです。うん、いったん小林さんに、ね、気をつけながらちょっと食べていきたいと思います。うん、いや、また後ほど。